こんばんは、梅館大学の竹内です。篠崎です。よろしくお願いします。で今日はですね、補給食なんですけども、なんか理論的っていうよりも我々がどれが好きか、はい、スタッフが好きな補給食、おすすめ、一押し、一押しじゃないかまあ、おすすめの補給食を、みんなでちょっとワイワイやってみたいと思います。はい、じゃあまずですね、僕の、はい、いきます。僕はですね、一つは、まあ、これ一番取りやすいですね、うん、なのでここを、まあ、一回ちょっとやっちゃいましょうか。これマグオンのこれはみかん、はい、これ本当にみかんなんですよ、うん、なんだろう、冷凍みかんとかああいう感じのみかん、うん、オレンジじゃなくて、そう、あくまでも粒みかんの感じで、これはまあこうなってるんで、こう口でこうやってできます。もうできるし切れてない切れてない切れてない、まあこうやってね、簡単にこうやって切れます。でこれね、困るんですよ、これがベトベトなんですよ、うん、でバイクだとここに入れるじゃないですか、まあ後で洗えばいいんだけど嫌だよね。そうですね、でもレースはまあ気にしないでバンバン入れちゃいますけど、だからね、最近厳しいんですね、これ落とすとペナルティーとかあるんで、まあね、この中入れちゃう、その辺に捨てちゃダメです。あとはまあこういう、ここ入れちゃう、カス今入れないでください、自分は入れない自分は全部ポケットです。で、ね、むしろここにジェル入れといて、うん、取り出して、うん、あ、そうか、背中のポケットはゴミ箱です、うん、自分のやつは、ね、ここに入れとかないんで、結構ここの入れる入れる、このももスパッツのね、ここの裏にスパッツのここに中に入れちゃって、ね、いきます、いきます一気みたいな本当に美味しいんですよこれ、うん、ね、うん、自分もこれ好きです、うん、で、まあ、レースメカニックやってる時に、まあ、こういうのちょっと余ってる時なんですけど余ってるってどういう状態なんですか。だから海外でレースメカニックやった時におやつでみんなデブなんですよ、メカニックが。で運動してないくせにこういうのね、これ120キロカロリーあるからおにぎり1個ちょっと、あ、これも、ま、カフェイン入ってるんですね。あ、そっか、カフェイン入ってんだ、これも 25g、 うん、マグネシウムはもちろん入ってるんですけど、ということはあれかな、脳をちょっと覚醒する、そうですね、ちょっと集中力高め、集中力高め、うん、だから受験とかもいいのかもしれない。まあいいと思いますよ、ね、飲んでましたよ、うちの子飲んでましたよ、うん、という感じでこうやって秒でおにぎり1個のカロリーが、そうですね、ただこういうふうにベトベトするので、あら、ちょっとね、それがマイナス点なんですけど美味しいです。でもう一つが、あ、じゃあ篠崎から好きなんです。自分もこれなんですけど、ね、自分もみかん味で、これ本当なんか合うですね、青みかんというか普通に冬みかんって書いてほしいなっていうぐらい、うん、ちゃんと甘いんで、まあもうこの今でもここがみかんの味するもん。ここがなんか本当再現がうまいなって、日本のメーカーなんですよ、マグネシ、そう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 、マグオンって、ね、ですごいうまくできているなっていうところですね、うん、で売れ行きからするとバナナが結構売れるんですよね、うん、昔からやっぱりこうなんだろう、パワーバー系でもなんかバナナとかね売れてた。これだけバナナだっけ、なんかちょっと書いてあるんだっけ、なんて言うんだろう、硬さっていうか、あ、そうなんだ、へえ、違う、ネトネトしてんの、なんかデュルデュルっていう、あ、そうだっけ、あ、本当だ、聞いたんですけど、聞いた、あ、本当だ、硬い、うん、こっちの方がだからジェルっぽいんだ、うん、こっちなんかね、ジェルっていうね、水、ちょっと水っぽい、あ、確かに確かに、確かに、うん、あ、そうなんだ、知らなかった、うん、もうこれだったら何個でもいけますか、しかもパッケージがすごい分かりやすくていいですね、うん、味が、あと、僕としてはこのエネモチっていうのがあるんですよ、うん、これもここでしょ、作ってるのね、まあ、違ったっけ、取り扱いしてるって、ああセロトーレだ、セロトーレね、まあルミナ、トライアスロンルミナとかをやってる会社のセロトーレが作って、まあ、日本メイドインジャパンなんですけど、うん、これは1個開けちゃおうか、どうぞどうぞ、これはですね、こっちからってなってますよ、んこっちから、うん、ここからこうやって
これはちょっと両手が必要ですね、うん、両手が必要なんだけど、中がこれいきなりじゃなくて、この周りが、なんて言うんでしたっけ、このオブラート、オブラート、はいはいはい、あ、じゃあ触ってもちょっとそっとじゃあ溶ける、ベトベトじゃないの。でこれくるみが入ってるんですけど、なんだろう、こう喉越しがね、夕飯145キロカロリーだから、おにぎり、はい、おにぎり 1.5? おにぎり2つ食べちゃいました。2つ食べた。ケイさんも今日晩ご飯できます。これまた美味しいんですよね。これくるみと、こっちは甘酒。あ、甘酒なんだ。あれ、うん、なんか、え、もう一種類 なかった。あ、ごめん、塩餅。そうそう、そう、塩餅か。甘酒と塩と、甘酒今うちくるみ。ノーマル、くるみ。で、くるみが人気なんだっけ、一番。くるみ、なんかでも、割と均等に人気かもしれない。本当、うちの売れ行きでは。で、これは、そう、食べやすいし、いいですね。で、バイクの途中でも、食べるときあります。それ僕も平時に食べたことあるんですけど、結構モソモソっていうか、ネチョネチョっていうか、ネチョネチョね、ゼーハーしながら食べれるのかなっていう。あ、それはね、無理。確かに、ランとか、ランとかゼーハーするときは絶対無理なんだ、これ。芸物自体が、やっぱ噛まなきゃいけないで、口閉じなきゃいけないから、それが、こっちだったら口閉じるけど、一瞬で、入れてもうその後呼吸できるから、鼻だけの呼吸ってやっぱ辛いですよね。辛い。じゃあバイクではちょっと落ち着いてる時に食べるのがおすすめ。結構心拍数上がっちゃってると取れないから、上り坂ってスピード落ちてて取りやすいと思いきや、ハンドル離しちゃうとね、手も頑張らないといけないから上りは、でしかも心拍数上がってるとダメなんですよ。だから比較的なだらかな下り坂とか、見通しのいい平坦とか、心拍数がちょっと抑えられている時の方が補給食は吸収はいいですね。翔太君なんかアイアンマンで180キロ、はい、よく走るじゃないですか、はい、そういう時っていうのは固形物も、固形物今は取ってないです。結構前は取ってたんですけど、今は全部こういうジェル系か、あとはこの中にも入ってるんですけど、成分として入ってるんですけど、パラチノースで入ってる、ちょっと長距離持つ、ものを使ってますね。じゃあこういうのは取らないで、そうですね、これをなんかボトルの中に、はい、ボトルの中にも入れちゃって、ジェルとかをボトルの中にも入れて、ボトルの状態で、エネルギーにしてますね。であと、僕ちょっとね、まあ、こういう固形物って結構腹持ちもね、するじゃないですか、はい、で、なんかちょっとクッキー系みたいな、なんだっけ、ありますよね、クリフとか。クリフってもう日本の扱いなくなっちゃったんですね。あ、本当に。あ、じゃあいいか、じゃあクリフとか、普通美味しいですよ、まあ、カロリーメイトとか、なんかパサパサ系、パサパサ系で、クリフはもうちょっとなんか、なんかあれですよね、ぶどうじゃなくて、なんだっけ、なんか果物、レーズンみたいなの入ってて、ちょっとまあ食べやすくなってんだけど、まあ僕もオーバー50以上なんですけど、50歳以上はね、結構なんていうの、喉、こうなんていうの、それよく咳するじゃん、水分が、そう、ね、喉に詰まる、詰まりやすいから、あ、むせるむせる、普通にご飯食べる人はむせるんで、あんまりね、若くてもなります、ね、バイク乗りながらむせるとめっちゃ辛いんで、まだこっちはむせないかな、しっとりしてます、しっとりしてるから、その辺もちょっと年取ってる中高年は考えてもいいかなと思います。今ちょっとないですけど、スポーツ羊羹とかも、あ、スポーツ羊羹ね、それもいいよね、するっと、ね、確かにあれもう本当羊羹だもんね、で、井村屋が作ってるしね、あれは美味しい。僕もお店でお腹空いた時はたまに安いし、あれも一つ100キロカロリーでしたっけ、井村屋のね、はい、ちょっと今ないですけど、はい、あれも普通に美味しいです。矢永くんはどれ。僕はやっぱりこれ普通に大好きですね。くるみ、塩の方、くるみ、くるみ餅、はい、くるみ餅自体が、赤い方がくるみ、くるみ餅そのものが大好きだから、これもすごい美味しかったです。だから本当によくできてるね、ラインナップが、はい、ただ砂糖じゃなくてっていうのがやっぱりスポーツ用にプラスアルファでいろいろ入ってるんで、
それがいいですよね、うん、食べやすいようなパッケージと。そうですね、うん、ちょっとなんか食べ応えがあって、はい、食べた感がしっかりあるから、うん、はい、結構あとこういう CCD とかもあのスポーツドリンクみたいな感じで、あの味もスポーツドリンクみたいなあの飲みやすさなんだけど、ちゃんと170キロカロリー取れる、うん、これよりも多いぐらいですよね、うん、取れるんで、なんかちょっとジェルとか甘すぎるのは苦手だなっていう人はこういう系の方がいいかもしれないですね。あと僕結構ね、あのラグビーやってる時から釣りやすかったんですけど、その場合あの、まあ、ここにもマグネシウム入ってるんだけど、マグネシウムは結構釣り防止って言われて、はい、これがもう本当にマグネシウムがね、あのたくさん介入されてるやつで、これは水に溶かしてやる、うん、どんな味ですか？これはね、なんだろう、ちょっとね、サラサラっていうのもなんだろう、ちょっとなんかこう、なんていうのかな、粒濃いめな感じ、粒、そうだよね、粒固めみたいな。で、初めこれを、もうなんかあの水がないっていうかあのなかったんで、初めにこれ口に入れてバッてやったんだけど、これそういうもんじゃないね、ちょっと辛かった感じする。やっぱこれはちゃんと水に溶かす、うん、おえってなっちゃったから、あの水溶かすんでしょ、溶かすよ、多分こうやって飲むよ、あのアミノバイタルみたいにこう飲む系、飲むようじゃないと思う、溶かす系だと思う。ちょっとなんかね、あのサラサラ、いやでも一応そのまま水、飲めるの、またはお湯でお召し上がりくださいなんで、いけるんだ、いける、うーん、でむしろ溶かしちゃダメだったよね。あ、溶かしちゃダメ？あ、そうなの？マグネシウムは水になんか溶けるとなんかダメだみたいな話があったような気がする。まあ水かお湯で流し込むみたいな。はい、流し込んだ方が効果は高い。そのまま、うん、そのまま水またはお湯でお召し上がり。そのままそのままか。はい。じゃあ竹さんの取り方で一応合ってたんです。合ってたんだ。はい。ちょっとでも飲めるかどうかを試してから飲んだ方がいい。ちょっとね、慣れが必要。レースだとむせるかもしれない、うん、はい、はい、まあでも何でもそうですよね、事前に一回試した方がで、多分本当にもういろんな種類、ここにもない、なんかもっと緑色のやつとかありましたよね、ゆばりメロン、なんだろう、なんか緑色のやつとか梅とかね、うん、あるんで、やっぱり自分に合ったやつっていうのを見つけてもらって、うん、はい、あとはあれです、こういう補給、こういうなんていうか、あの系じゃないんですけど、釣った時にあるんですよね、なんか漢方で、あー、ありますよね、つむらとか、つむらの、ね、もう本当になんか瞬間的に、 あとあれだ、あのメダリストが出してるやつで、うん、ツーランってやつがありますね、あったニーランニングのラン、ツーランっていうやつで、足つらないようなやつ、あれも漢方だったと思うんですけど、ね、漢方系は結構速効性がね、あるんですよ。なんか昔安全ピン刺すとかよく言いましたけどね、足つったら足に安全ピン刺すみたいな、バシッのことの、ゼッケン取ってバシッて刺すっていう、そうすると釣りが収まる。本当に治るんですか？治るらしいけど、やらく喉怖い怖い、釣ってたら針で刺してという感じで、はい。じゃあ好きだったのは自分と竹内さん、これ、うん、マグオンの青みかんフレーバーで、宮永くんがこれエネモチくるみもちですね、はい、はい、なんかすごい値段に間違って貼ってあるけど2970円になってる、うん、はい、はい、ね、ということで、はいはい、はい、じゃあ自分に合った、補給食を見つけてみましょうということで、はい、じゃあバイク&ハイクチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。